この子はピッチャーなんだ、エースでやらねえかんだけど、ストップ。ああ、足の角度ね。おし、中手。のぶしチャンネル。で、やっぱどうしてもどうしてもみんなさ、速い球放りたいとか、力いっぱいこう飛ばしたりとかって思うやん。な、ほんなら人間ってさ、体のな、体の中の筋肉ってあるやんさ。な、ほんなら人間ってお腹の筋肉と背中の筋肉どっちの方が強い？背中の方が強い。比率で言ったら7対3。7割背中の方が強い。ということは、力入れれば入れるほど、後ろをこうやって使ってしまうんですよ。わかる？バッティングもそう。こうやって、こうやって通るんですよ。うん。じゃないのよ。うん。だから、力任せにするんじゃなしに、これは、野球は全てコツです。あの、力いっぱい手を振ったら球が速く投げれるんじゃないのよ。ちゃんとしたタイミングでちゃんとしたところで離したらちゃんとした球がいくから、だからちゃんと綺麗な体に無理のないフォームで投げてほしいし打ってほしい。ナブシ、だからみんなあのイメージで言ったら、よくあの川とかで石投げるよ。石投げたことある？かわいい石。ほんなら、あれちゃんと前でパッと掘れへんかったら、トン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 っていけへん。そのイメージで、一回掘ってみてほしい。まあ、それで、ほんのにみんなこうやって掘れへんの？石。石をこうやって、なんて言ってんの？そのイメージで掘れへん。その前でその。何かこう、ない？兵士運動するときに。うん。まあ、だから、まあ、結局その石を投げるイメージということは前で離さなあかんから、わかる？っていうか、こっち側に反ってしまうと前で離さない。まあ反らないってことね、要するに。遅れてる。うん、この子遅れる。じゃあ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 、離すのはここで離す。今ここで離してる。ここで離す。ここに持ってきて勝負ですね。ここに持ってきてこうですね。それを例えばだけど、練習をこうやってやるときにドリルって言ったらなんだけど、練習法としては例えばどういう練習をすればいいか。ネットあるやつか。あるある。真正面向いて、ここから離す。ここや。じゃなしに、ここ向いて、そう、グローブを叩きいく。あ、前でね。で、こっち側に向いてるから、出だしに。そったら、こっち側が。ここのガッツポーズに上げてくる過程って何を気をつけたらいいか教えてやって。ここはもう ここでいい。ここのフィーリングで、グローブ割ってからトップに入るまでの過程ってのは何を気をつけたらいいかな。そこに個性が出やすいじゃんね。1から10までを力入れるんだから、要は後ろに反るって時点でもう力が入ってるから後ろ反るのよ。みんなが速い球投げたろうとかと思うから力入ってるけど、じゃなしにコツやから、力配分で言ったら1、後ろ持ってたけど1、離す瞬間に9、1対9。だからほんま足上げて、ここ行くところは全然力入れなくていいから。
離す瞬間に9だから自分で口に出しながらネットスローしてもいいと思う。1対91対9。要するにここ通そうとか思った段階でも力んじゃうから、そういうこと。だから変だ、そこをどうのこうのやってついてここに意識してるからあかんと。こっから任せ投げるほど球はいかないで、行っても球が言うたら死んでる、うん、生きてる球じゃない。なるほどね、わかる。生きてる球と死んでる球わかる。土曜日水曜日はカキ殻のぶし。おいいだろ。おだよ。いいよ。うん。よし、いいよ。おお、いいぞ。そうだよ、そのくらいの。おお、いいね。一番いいかもわかんねえな、お前の。はい、やってみ。うん、いいよ、上手。はい、はい、ノブシの野球塾に行ってください。待ってます。